LN シトロエン LN はフランスの自動車メーカーシトロエンが1975年から1985年まで生産した小型大衆車である。1972年にデビューした後以来、伝統的に大家族主義で消費器量の割に大きな4ドアボディを持つ大衆車が歓迎されていたフランスでも3ドアのコンパクトな車体を持つ若者や各家族向けの 大衆車のラインナップが必要となっていたが、傑作者とはいえど、いずれも、設計年次が古い 2CVDR は未しか持ち駒のない当時のシトロエンでは対応できないカテゴリーであった。そのような状況を受けて、1974年にシトロエンが、プジョー参加に入ってから急遽開発されたのが、この LN である。車体は、提携先のプジョー104クーペと共用しているが、 フロントグリルとヘッドライトの衣装は異なり、室内もステアリングホイールやシート表皮はオリジナルとなっている。日 CV 以来の空冷水平対向に気筒エンジンを縦置きで搭載する。トランスミッションは GS 譲りの4速 MT が組み合わせられる。デビュー当時、世界中のシトロエン愛好家からは、今後のシトロエン車はすべて、プジョーのバッチエンジニアリング版になってしまうのではないか。 という懸念を持って迎えられたが、3年後のビザの登場でこれは起業に終わった。シュトロエン自身もブランドイメージの低下を懸念し、当初は LN をフランス国内だけで販売した。1978年にマイナーチェンジを行い、ローナと社名を改め、同時にヨーロッパ各国での販売が開始された。エンジンの排気量を 652cc にアップし、 最大出力が36馬力に向上した。1982年のマイナーチェンジでは、ビザと同様のプジョー製水冷直列4、気筒エンジンを搭載し、最高速度も時速 145km 近くに達するローナ11が追加された。ローナ11のエンジンとトランスアクスルは横置きで、プジョ104と同じメカニズムに戻ったことになる。LN シリーズは、 ランニングコストの低さと104譲りの優れたシ,ャシー性能により経済的な大衆車として1985年まで生産された。後継は翌年登場のシトロエンアックスである。また、プジョー104ベースの兄弟車には他にタルボサンバがある。ありがとうございます。